ナホン大賞決定会議。今日のノミネートは異常に面白い方を持ってきました。普通に面白い本はある世の中に異常に面白い本っていうのもね、いくつかあるんですよ。まずはこれです。異常、異常と書いてアノマリ、もう異常なわけですよ。これがね、やばいんですよ。どれぐらいやばいかまず説明しますよ。コジミス知ってます？小島秀夫監督が読書家としてね、著名な僕たちの藤田新作特集をツイッターでリツイートしてくれた、まあ言うなれば僕たち変な本大賞ファミリーとね、小島監督が毎年その年1年間で読んだ面白いミステリーをまとめて紹介しているコジミスっていうのがあるんですよ。その中のラインナップの一冊、かつ今年これが一番だ、わかります、読んでみたらすげえなこれっていう話ですから。タイトルはこれでしょ、異常と書いたアノマリー。なんだか変な表紙でしょ。で、内容も果たしてこれは何のジャンルって言ったらいいのかってわからない、謎だらけの本なわけなんですよ。なのにこれフランスの本なんですけど、フランスのコンクール賞っていう、まあ、フランスで最も権威のある賞、まあ、日本でいう、まあ、直木賞みたいなものだと思ってください。コンクール賞受賞作、しかも100万部以上フランスで売り上げて、読んでみたらもうめちゃくちゃ面白いわけで、読み終わったら確かにこの表紙は納得するんだけど、読み始める前だと表紙がわからなすぎる。なので今ね、全面帯で別の表紙になってますから、それぐらい力を入れて売ろうとしてる、まあ、それぐらい面白い。じゃあ、ちばけど、どんな内容かっていうことですよ。これがね、また説明するのもね、なかなかなんですけど、読み始めると何人かのエピソードが短編のようにポツポツと語られていくと。それぞれ短い5ページとか10ページぐらいで、まず最初は殺し屋のエピソードで、次がなんか弁護士とか建築家とかミュージシャンとか、全然それぞれ関係ないんだよ。淡々と次、あれこの人この人っていう風に描かれていく。なんだこれと思うよね。読んでいくとそれぞれの話の中にある一つ共通点が、ね、分かってくる。それはパリからニューヨークに飛行機でね、同じ便に乗っていたらしいと。しかもその飛行機っていうのは北大西洋上で乱気流に巻き込まれた、もうすごいグワングワ揺れたんだよねっていうエピソードでちょこちょこ挟まれてくるんで、あ、みんな同じ体験をしてるんだなと分かる。でも共通点はそれぐらいだよ。で、老若男女の話が語られていく。面白いですか？と思うでしょ。ところがある時点からえっていうことになるわけ。それ言っちゃうと面白くないんで言いませんけど、今はえっと思いますよ。そっからももう感を当わずですよ。だからもう次から次へ貪るようにして読むんだけど、ただ僕は言いたいのは、もちろんそっからが面白いんだけど、それ以前100何ページ分ぐらい何が起こったか分かんないまでね、さっき言ったみたいに淡々と語られてる人々の話だけでもね、あれなんでこんな面白いんだって読ませる力があるわけ。不思議なね、魅力のあるそれぞれの人生っていうかね、ありようを読んでいくだけでもめっちゃ面白いのに、ある時点からそんな話なのっていう展開になるわけ。これがね、ジャンル分けがね不明って言ってる理由はね、まあそれ以降の話なんだけど、 SF であり、ファンタジックでもあり、ミステリーでもあり、サスペンスでもあり、哲学小説でもあり、すごいことになっていくわけよ。言いたいけど言えない。これはぜひ読んでくれとしか言いようがないわけ。いや、これ言っちゃうと面白くないからね、言えないんだよ。まあ、じゃあ補足して言うと、ちょっとね、僕たち変な本大賞とも関わりがあるんですよ、この本。作者のね、エルベルテリエさん、この人ね、ウリポのメンバーなんですよ。ウリポ分かります？そうですよ、よく覚えてるね。僕たち軍隊練習とかね、紹介しました。フランスの実験創作集団、作者ウリポのメンバーかつ会長ですから。ウリポって、まあ、いろんなね、軍隊練習やったり、使用で百姓の支援とかね、やりましたけどね。で、そんな作者だからめちゃくちゃな話と思いきや、ドラマあり、まあ、笑いもあるし、グッとくる場面もあるっていうね、ことを書けるんだね。ウリポならではの、もちろんね、仕掛けもあって、さっき言ったみたいに、いろんな別々の人の人生描かれて、それがある時点から、やっやってなって、やってなって、やってなるわけですよ。これ、まあ、まずおすすめです。次です。ヨーロッパインオータム。これが来ましたよ、千葉くん。何のことやらと思ってるでしょう。これがね、またすごいんですよ。まずね、帯に何て書いてあるか。
ジョン・ルカレ×クリストファー・プリストですからね。ジョン・ルカレ×クリストファー・プリストですからね。2回言いましたからね。ジョン・ルカレっていうのはもちろんあのスパイ小説のまあ巨匠ですよ。僕大好きです。スマイリーシリーズとか、去年亡くなってしまいましたけど、僕は大好きなジョン・ルカレ×クリストファー・プリスト。クリストファー・プリストっていうと、これもまたね、ジャンル分け不明なあのまあスリップストリームとか言われてますけど、クリストファー・ノーランのタイトル何だろう、今、記述誌なのかな、プレステージなのかな、どっちかのタイトルだと思いますけど、プレステージかなの原作は記述誌っていう原作で、それ書いたのがクリストファー・プリストで、本当に摩訶不思議な小説を書くジョン・ルカレ×クリストファー・プリストですかっていう感じの舞台文句、グッと来る人は飛びつくと。じゃあこれどんな話かって話ですよ。これもまたね、説明が難しい、異常に面白い本だから。主人公はね、エストニア人でポーランド在住のコックな料理人、まあ、青年なんだけど、それがね、スパイに勧誘されてスパイになっちゃったらしい。まあそれはいろいろあるんだけど、でこれだけ聞くと、あ、エスピオナージのね、スパイものだと、ジョン・ルカレ風のね、と思うでしょ。これは実はですね、50年後か60年後の近未来の話なんです。で、まあ、ポーランドとかヨーロッパの生活自体レベルは、まあ、今現代風な感じ、超未来ってわけじゃなくて、なんかがちょっとね、ガジェットが変わってたりとか、なんか SF 的な小道具がポッと出たりするんだけど、一番変わってるのはこれ2014年に書かれたんですけど、何年か前に中国発祥の風邪が世界中に広まってしまい、ヨーロッパ EU がバラバラになってしまうと、 EU 分裂してしまうっていう世界観、どこかで聞いたことありますね、まあ、僕たちの現実ですけどね。イギリスがね、ブリグジットで離れてしまったのを予見している。しかも中国発祥の風邪っていうね、なんか身に覚えあるなみたいなね、まあ、それを予見した小説とも言われてるんだけど、ヨーロッパがね、超極小国家、めちゃくちゃちっちゃい国家に分裂しちゃってるわけ。どれぐらいちっちゃいかっていうとね、サッカーのファン、フーリガンだけの国家とかあるわけ。それぐらい分裂しちゃってるわけ。でしかもこれも面白いんだけど、その分裂した国家の中でちょっとね、重要な国家があって、それが鉄道国家。ヨーロッパのポルトガルからシベリアの一番端まで長い鉄道が通っていて、それを一つの国家が運営しているとっていうね、いろんな国家が乱立している中なので、 EU みたいな行き来が自由じゃないので、そこでスパイが活躍すると、情報とか物とか人とかを秘密に、まあ、つまり密輸だよね、運ばなきゃいけないっていうんで彼がスカウトされた。でクルールっていうね、その密輸集団、スパイ集団の一員として活躍していくんだよっていう短編集、変わってますよね。これはね、いやすごいよくできてて、何がよくできてるかっていうと、ジョン・ルカレって名前も出たように、まあ、スパイ小説の醍醐味もあるし、ミステリーとかサスペンスとか意外な流れもあったりするし、1話ごとがね、だんだん毛色が変わってくるわけ。スパイだからスパイもので全部通す、あるいはその一辺倒の面白さと思いきや、あのね、後書きにも書いてましたけど、一気にガーって書き上げたっていうよりは、何年かおきに書いてるので、その時々の作者のなんか考えとかね、アイディアとかが結構ね、ぐっと詰まってて、一話ごとのね、密度も濃い。おすすめです。最後です。千葉君、来ましたよ、ついに。我ら闇より天を見る。来ましたよ。ピンときてないな。これはちょっとしたね、年末に事件がありました。年末だと必ずミステリーベストって出ますね、その年の。実はここ4年間ぐらい絶対王者がいたんですよ。アンソニー・ホロビッツって言ってね、まずカササギ殺人事件、これ2018年、メインテーマは殺人、これ2019年、その裁きは死、これ2020年、夜川殺人事件、これ2021年っていうね、4作を立て続けに1年ごとに日本では出版されたと。でこれがね、ホロビッツはめちゃくちゃすごかったわけ。何がすごいかっていうと、年末のね、ミステリーベストってさ、文春ミステリーベスト10とか、このミステリーはすごいとか、ミステリーを読みたい、本格ミステリーベスト10とかさ、まあ4つぐらいあるわけね。で今挙げたホロビッツの4作って、2021年に出た夜川殺人事件がミステリーが読みたいの2位になったわけ。すごいね。でちなみに言うと、あとの埋まってないね、欄は全部ホロビッツが1位です。あ、2位がそれだけ、あとは全部1位ですからっていう4年間だったわけ。だからもう仮に僕たちの世界がミステリーでできてるならば、ミステリーの独裁者ですよ。ところが今年事件ですよ、千葉くん。まさかですよ。でホロビッツ今年も新作出したんですよ。だからホロビッツだなと思うじゃないですか。巨人逮捕卵焼きですよ。 V9 時代懐かしい。これがですね、実はそのホロビッツを破ってミステリー3冠、ミステリーが読みたい、このミステリーがすごい、文春ミステリーベスト10 1位ですよ。
ぐらいすごいんですよ。どんな話か、これがね重厚なミステリーですよ。ちなみに言うとこれね、多分ね千葉くんは好きだと思います。なぜなら前に紹介したタコピー九条路線です非常にね切ない悲しい事件から幕を開ける。これある田舎町なんだけど、まあ、風光明媚な非常に景色のいいとこなんだけど、波打ち際の崖沿いなので景色はいいんだけど、だんだん波によって侵食されてる町なんだ。でこの町っていうのは30年前ぐらいに悲しい事件があった。それはその町の美しい女の子が同年代の男の子に殺されるという事件が30年前ぐらいだった。でその少年は刑務所に入ってしまった。辛いのはその刑務所も殺された女の子にも共通の友達たちがいるわけじゃん。でその友達たちはこの町に残されてるわけ。30年後ですよ、この話が始まった時、明日あいつが出所してくるとっていうね始まりだ。でその共通の友達たち、刑務所に入った少年の友人である男の子はこの町にずっと住み続けて、その警察署の署長になって、で彼の帰りを待ってる。定期的に面会には行ってるんだけど、ある時から面会で断られてもうずっと会ってない。そいつが30年ぶりに帰ってくる。であるいは殺された少女の側、その少女の家族も、まあ、その町に住んでいたんだけど、事件がきっかけで一家は離散してしまい、父親は別の土地に移り住んでしまい、殺された少女のお姉さんがそこで暮らしているんだけど、自分の姉妹が死んでしまったことによって身をやつして、もう今はなんか言葉悪いけどあばずれみたいになっちゃってる。役中でもあり、男をとっかいひっかいだったりとか。でその人の娘と息子がこの話の主人公だ。驚かないでください千葉くん、キャラ設定がすごいですよ。その、ね、娘さん、とんでもない口が悪い、もうすれちゃって仕方がない、 P 入りまくり、 F ワード言いまくりみたいな感じ。ただね美しいんだよ。だけどそういう境遇があるからめっちゃすれちゃってる。で唯一そのこの支えっていうのは弟の、まだちっちゃい弟、なんとかこの子だけは守りたいっていう使命感だけで生きてるみたいな。そこに、つまりその少女にとってみれば自分のねおばさんにあたる人を殺したやつが帰ってくる。さあどうなるかって話。ちなみにこれまだあのね10ページ分ぐらいだからねこのあと400ページぐらい続きますから。これがねこのあともういろんな悲しさはこれだけじゃないんですよ。もっともっと悲しい事件が起こり、じゃあね残された人たちどうなるのかと、魂を救えるのかって話なんですよ。いやこれはねすごい読ませられる。本当に舞台はアメリカで、本当にアメリカの美しい風景とか土地の描写があるんだけど、作者はイギリス人で全然気づかなかった。ちょっとしたおまけ言っていいですか。途中読んでて、まあ後半ならどういう場面か言えないんだけど、読んでてねすっごいいい場面があるの。描写もいいわけ。なんかねこの感じ読んだことがあるぞって僕は思ってて、スティーブン・キングの話としてっていうよりは描写として一番好きなのが呪われた街の冒頭なんだけど、それは淡々と、何が起こるわけでもなく淡々と二人の姿を描写していくっていうオープニングなんだけど、それに近いなと思って後書き読んだら、作者はスティーブン・キング好きだと通知あえた。だからもう言ってしまえばこの作者もね、ペンダホン大賞ファミリーと言ってもいいぐらいですよ。おすすめです。どうですか。千葉君はどれから読みますか。以上から読んでください。